コル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 。はい、皆さんこんにちは。ギリギリイクメンことギリメンヨッピです。今日はですね、淡路島にある淡路茶のひれリゾートのキャンプ場にやってまいりました。で、今回は久々のファミリーキャンプということで、寒いね。今日はね、気温あったかいんですけど、風がね、風速8とか9という予報なんで、今結構風吹いてます。で、奥さんも3週間ぶりのキャンプですかね。うん、寒いね。で、あっち側に海がありまして、風がすごい吹いてきてるんですよ。なので、それも考えてね、設営やっていきますよ。ここのね、キャンプサイトね、広いですね。160平米超えでございます。もうこうなったらもう張り放題でございますよ。そこのマスコット人形、はい、参考までにですけど、これがね、風速8から9でございますね。風に押されてスカイパイロットのバッグはぺしゃんこになってますけど、まあでもペグ打てばしっかり立ってくれるんで大丈夫やと思いますけど、やっぱこれぐらいの巨大シェルターってなったらね、風吹いてる日はなかなか設営もしんどいですね。こんな感じですね。はい、ただいまこちらがね、風速9の幕内でございます。幕内は意外に平和ですね。思ったより、おお、揺れとる揺れとる、うん、すごいな。これで倒壊性能もすごいですけどね、さすがにこれじゃキャンプできないですからね。いやー、なかなかですね。風止まないな。右から左へと風が吹き荒れる感じです。で、何回かね、ガイロープが緩んで直してるんですけれども、キャンプの敵の風ね、久しぶりですよ、この戦い。前の時はね、和歌山の最南端のね、リゾート大島のところで風の洗礼を受けましたが、経験値を積んで挑んだ本日でございますが、まあ、なかなかですね。まあ、これでね、止まなかったらね、どっかで区切りつけんとダメですね。さすがにね、この強風の中ね、坊ちゃん連れてキャンプするわけにはいかないんで、風速4ぐらいまで下がってくれないとちょっと厳しいと思います。馬さんいますよ、馬さん。うわ、すごい。大きいの音、ちっちゃいの音。馬ちゃん、かわいい。かわいいな。はい、入ってきました。いや、結構寄ってきてくれるんですよね。近い、近い。すごい近い。すごい。うわ、すごい、すごい。これはいいわ。うわ、スカイパイロット、反対してる。ポール取れとるな。どうしようか。今からこの風の中で、ね、ちょっと頑張って撤収したいなと思います。ペグを外す順番間違ったらね、もう命取りなんで頑張りたいと思います。畳むのはね、風が止んでからどっか広場があるんで、そこで畳もうと思います。今はとりあえず撤収することだけ集中してやりますよ。無事完了。コテージのチェックインまでまだあるんで、ぼーっとしたいと思います。あー、疲れた。はい、ということで今ね、キャビンに完全に移動してきて、やることがなくなったところでございます。全然出すもんがないから、設営するもんもないし、キャンプしたかったっすね。まあでもやっぱりね、風はね、ちょっとまだ止んでないですね。まあ、こっちにして正解かなっていうところです。あー、こんな快適はちょっとキャンプじゃないな。寝袋だけだし、寝袋で寝ようかな。外はまだ木々が揺れてますね。まあ、こっからね、止んでいって夜中にね、また風速が上がる予報が出てたので、さすがに夜中吹かれたらね、ちょっと厳しいなっていうことで、もうキャビンにする決意をいたしました。まあ、ちょっとした出費ではございますが、もうせっかく来たんでね、まあ、今日は泊まって帰りますよ。キャンプサイトの方は2組いますかね。1組が普通のフレームテントで、もう1組がポールテントっていうことやったんで、フレームテントの方はね、もう全然風の影響を受けてなさそうでしたね。まあ、ただしね、フレームテントが倒壊するときはもうポールが折れるときなんでね、もうそうなったら怖いですからね。まあ、そもそもね、スカイパイロットで来てしまったっていうところですね。まあ、でもできる限りの感じでね、ちょっとキャンプ楽しみたいなと思います。坊ちゃん寝た。すいません、鼻息が。坊ちゃん寝た。今日はコテージになったから、楽しみこれだけやな。まあなんか、ポカポカの部屋で寝れるのも、まあいいかな。安心感あるやん。
まあね、こんな風の中、テントの中で寝るよりかは、うん、はい、ということで今日も平和に終わろうとしております。風がね、今ちょっと止み始めたぐらいなんですけど、まあ、いつね、強風吹くかわからないんで、ちょっと焚き火もお預けということで、安全のためね。まあ、今回わかったのは、スカイパイロットは風速7ぐらいが限界やと思いますね。風速9とか10とかでやろうと思ったらできんことないんですよ。ただし、ロープ1本じゃね、ポールがね、飛びます。全然ダメでしたね。ということで、スカイパイロット自体ですね、やっぱり大きい膜でシェルタータイプなので、風にやっぱり弱いっていうのが証明できたっていうことがね、今回の収穫じゃないかなと思います。じゃあまあ焚き火がないんで、おはようございますで、会いましょう。おはようございます。第31回目のキャンプの朝を迎えました。いやー、風がねまだ吹いてますね。夜中中もね結構吹いてて、まあ、今回はねキャビンに変えて正解だったっていうことですね。外気温の方はですね3度を下回ったぐらいなんですけれども、風が強いので体感としてはもっと寒く感じますね。まあでもね、うちはぬくぬくの安心でゆっくり泊まることできましたね。まあテントで泊まってない分ね、ちょっと不完全燃焼ですけれどもね、今回はこれで我慢したいなと思います。今回ですね、実はこういろいろ紹介したいものがあったんですよ。キャンプでね、実際に使ってみたいっていうものがあったんですけど、まずその第一弾としてこれですね。温度計でございます。湿度と気温を測るものなんですけど、今まで100均のね、こんな簡単なやつやってたんですけど、あれちょっと精度が悪い。3箇所同時に測ることができるという。今、外に置いてるやつが 4.7 度ですね。室内は 19.9 度と、まあ、20度ですね。これね、使ってみたらね、めっちゃ便利ですね、やっぱり。毎回いつもね、こう、気温を測りにこう見に行ってたんで、これめっちゃ便利だと思います。もう一つがですね、コロンビアのスノーブーツですね。これを購入しました。まあ、前回ですね、和歌山の雪中キャンプ、この雪中キャンプで歩くたびにね、雪がこの上に乗ってくるんですよ。これがね、浸水してきても足がめっちゃ冷たかったんで、もうこれは絶対にスノーブーツいるなっていうことで、まあ、安いのもアマゾンとかであるんですけど、靴なんでちょっと信用を取ってですね、ちょっと思い切ってコロンビア購入しました。やっぱ靴はね、履いてみた方がいいですね、やっぱり。でさらにですね、今回の目玉商品でございます、新ストーブですね。見てもらったら分かる通り有名なストーブでございます。豊富のレインボーストーブのですね、パワー不足に悩みまして、前回ご一緒させていただいた視聴者の方がですね、これを使ってまして、めっちゃ暖かかったんですよ。 SL66 のシリーズでですね、レインボーストーブのなんと 2.6 倍の暖房出力を誇るストーブですね。ただし、サイズは本当に一回りかなり大きくなったんでね、積載も苦労しましたね。これをスカイパイロットでがっつり使いたかったんですけれども、まあ残念ということで、また次回ですね、これレビューできたらなと思います。で、それに伴いましてですね、購入したのがこれですね。ストーブファンです。どっかの動画で、サーキュレーターで十分やんとか言ってたと思うんですけれども、すいません。買いました。で、特に出力の高い暖房はですね、上がかなりね、温度上がってしまうので、循環させようっていうことでね、購入しましたね。で、今、非常にストーブが、価格が高騰してるかと思うんですけれども、まあ、やはりキャンパーが増えたことによって、の品切れやと思うんですけれども、僕はこれ即日で購入することができました。ね、どうやってしたかというとですね、これ型落ちなんですね。1年落ちのストーブになります。8000円以上ね、安く購入することができたんですね。型落ちしたからといって何が変わるかって言ったらね、何も変わらないですよ。なので全然ね、型落ちで探した方がいいと思います。ストーブで探すとですね、最新版が出てくるので、型番を打って検索すればいいんじゃないかなと思います。まあこれのレビューもね、楽しみにしておいてください。で、さらにこちらね、うちの坊ちゃんですね、寝起きの顔をしておりますがね、今は元気もりもりでございます。うちの坊ちゃんね、2歳になりましたよ。2歳になりました。この子はね、なかなか立派なキャンパーになってきました。久しぶりのキャンプ楽しかったね。うん、うん、はい、じゃあ次に紹介するのがギリメンヨッピーのですね、ワイフーでございますね。これを機会にちゃんと紹介しておきましょうかね。名前とかしたよな。名前とかまだ言ってないよな。ちょっと自己紹介してくれる？じゃあ。はい。マッピーです。マッピー。マッピー。ヨッピーだからマッピー。マリアからマッピー。うん、マリマッキー。久しぶりのキャンプということで。楽しかった。楽しかったんや。うん。でもなんか不完全燃焼やな。キャンプじゃないのでこれは。
キャンプじゃない、何もしてない。だってそうやんな、うん、何もしてないっていうかすることがないよな、うん、じゃあ不完全燃焼ということでもう一軒行くか。お、どういう反応が正解これは。やったもうこれで帰られへんなとは思ってた。このストーブの使用感を楽しみにしてたのにこんなエアコンガンガンやん。紹介はリマリの紹介、うん、早っ。名前紹介しただけやん。はい、ということで不完全燃焼キャンプが終わりました。まあまあ風が強かったからね、まあキャビンでよかったよね。ということでまたこういったキャンプ情報ね配信していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では淡路茶のヒレ応答キャンプ場コテージからお送りしました。バイバイ。もしもし、今日のあのオートサイトを撮りたいんですけれども。